きらめきハイスクール。あなたは私立エデンズ高校の女子高生です。これから出会う素敵な男性に胸を躍らせています。あなたの名前を入力してください。遅刻遅刻、どうしよう、遅刻しちゃうよ。遅刻しそうなあなたの目の前に現れたのはモスコイ。モスコくん、この人は後輩のモスコくん。なんか可愛いのよね。今まで一人の男性として見たことなかったけど、よく見たら可愛いし、可愛いし、なんかキュンときちゃうな。おはようございます、デゴワス、レベッカ先輩。モスコくんも急がないと遅刻しちゃうよ。お移動は遅刻したら罰を受けるでゴワスか。楽しみでゴワス。なんで罰を期待してるのよ。もう。すみませんっす。お移動少しそういうとこあるでゴワス。そういうとこって、くす。でも、そんなモスコくんも可愛いわね。さ、早く学校行くわよ。ごったんです。休み時間。はあ、授業終わった。あれ？なんでモスコくんがこんなところに。モスコイ。どうしたの？モスコくん。おいど、道に迷ったでごわす。道に迷った。で、ここ学校の中だよ。すみませんっす。もう、しょうがないな。モスコくんの教室はあっちだよ。モスコイ。感謝のモスコイ。モスコくんってなんか放っておけないのよね。それにやっぱり可愛い。どうしよう、思い切ってデートにでも誘ってみようかな。モスコくん放課後暇かな。モス、モス、もしよかったら放課後デートに行かない。おいどんとでごわすか。モス、モス。海。モスコくん意外と泳ぐの得意なんだね。おいどん、こう見えて運動部ですから。そっか、銀河大相撲部だったわね。それよりレベッカ先輩、おいどんの体に乗ってサーフィンとかどうですか。人の体をサーフボードになんてしないわよ。おいどん、こう見えてサーフボードになるの得意でござす。その時、お腹のスイッチにモスコの指が伸びる。押しちゃダメ。モス、あれ、何のスイッチか知らないけど押させちゃいけない気がするんだよね。てか、あれ、何のスイッチなの。モスコくん乗るわよ。モスコイ。普通の反応されちゃった。今日はありがとうでごわす。また明日学校で会いましょう。うん、またね。次の日。昨日はモスコくんとデートしちゃった。どうしよう、今日は結婚しちゃうかも。あ、あそこにいるのはモスコイ。モスコくんまた迷子になったの、学校で。違うでごわす、今日はレベッカ先輩に会いに来たでごわす。ごわす。え、昨日は楽しかったので、今度はおいどんがレベッカ先輩を楽しませる番でごわす。モスコくん、やっぱ可愛いな。私のことはご主人様と呼びなさい。モス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 、モスコイモスコイ、モスモス、モス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 、モスコーイ、ご主人様。冗談よ、モスコくん、そんなに興奮しないで。好感触みたい。どうしよう、すごくドキドキする、この胸の高鳴り。今なら私。あの、モスコくん、私。モス。私、モスコくんのことが、好き。私と、モスコイ。で、おいどんもレベッカ先輩のことが、女王様のように見えていたでごわす。モスコくん。おいどん、銀河大相撲しか取り柄がないっすけど、レベッカ先輩に会ってから、その、おいどんは豚扱いされる喜びを知ったでごわす。いや、私、そんなことしてないけど。おいどんにはわかるでごわす。先輩に隠された女王様の素質、おいどんをもっと罵ってください。そこまで言うなら仕方ないな。この、豚。モスコイブヒー。あなたはモスコと愛ある主従関係を育み、幸せに末永く暮らしました。ハッピーモスコイエンド。